アカネです。このアカネ、大きいの茎が四角になってて、触ると少し突起みたいなのが感じられる。これあんまりこんなに大きいのってないの。ほら、こんな大きいの。ほら見て、こんなに大きなアカネ。大きくして根を掘って染めるかな。一回染めたことあるんだけど、こんなに大きくなかったけど大変だったです。この辺大きくしよう、アカネ。キイチゴちゃんも取ってこ。あ、でかっ。このアカネもっとでかい。見て、こんな大きなアカネ。大事にしよう。うわー、すごっ。で、ここにキイチゴちゃん。お日様色のキイチゴ。今年ね、ちょっと、うわ、これもでかい。うわ、すごい大きい。他の人に草刈りされんようにせんというか。お日様色のキイチゴちゃんあるんだけど、今年ね、ガガ、うわ、いるいる、いっぱいガガいる。やばい。ここ他の人に草刈らないでって言っとかんとダメかもしれん。郵便屋さんがね、すごい格好してて、なんか暑さの格好してるねって言ったら、下に降りた時はいいんだけど、こっち来る時は着とくんだって。蛾に刺されてすごい痛かったって言ってた。いや、ちょっとやばいな、この。しかも、ああ、ちょっと蛾がすごい。ここ綺麗にしんといかんわ。キイチゴ、キイチゴじゃない、キイチゴもすごいけど、蛾もいっぱいいるし、いや、アカネもいっぱいあるし、毛虫にやられそう。これね、うちの元飼ってた犬が好きだったの、このキイチゴ。私がポチョンと落とすとね、自分で拾って食べたりとか、こう上に登って自分でダイレクトにカチュカチュ上登るっていうか、上にあの首を、頭を上に向けてカツカツ食べてたよ。すごいキイチゴ好きだったよ、うちのワンコ。うわー、すごっ。キイチゴちゃん、キイチゴちゃん、キイチゴちゃん、お日様色のキイチゴちゃん。アカネだらけ。やった。はい、こんにちは。今日ね、午前中食べしたからちょっと疲れてる。あ、これは違うんだ。これはいつもの大豆だ。入ってるからやっとく。何をしようと思ってるかというと、その田んぼにあったセリを取ってきたのと、時期的にどうかと思うんだけど、茹でてみる。それからあんまりなかったんだけど、私の大好きなお日様色のキイチゴを洗っとこう。これだけしか取れなかったよ。ちっちゃいアリンコがいっぱいいるから、この入れ物はすぐ外出してこよ。これね、私はそば粉のクレープで食べるのが一番好きだから、お砂糖を振りかけて冷蔵庫に少し入れとくの。そうするとなんかしなっとする気がするんだよね。この入れ物は変えよう。これに、だから、でもこうすると私ボケるんだけど、これ今ボケてるでしょ。お砂糖かけときます。こんぐらいでいいかな、ね、もうちょっとかける。こんぐらいかけて、しばらく、そうだね、1時間とか、水が出てくるといいから、これで冷蔵庫入れときます。はい、やりますよ。暑いかな。今日ね、鳥が鳴いて目が覚めたよ。結構早くから鳴いてるのね、鳥って。はい、これでできたよ。じゃあここをセッティングして食べましょう。で、バターつけて。ごめんね、バターつけた方が美味しいんだもん。ビーガンの人は何か考えて。バターとかチーズとか私好きなんで。これをつけて食べるんだよ。美味しいんだよ。よいしょ。はーい、食べるよ。どうですか。お日様色のキイチゴです。美味しいんで、これ大好きや。そしてね、そば粉のクレープ、塩とお水だけよ、でやった。それに私はバターが好きなんで、バターをつけます。それでね、
ここにこれを乗せて食べるの。ただそれだけよ。片付けよ。見えないところ。どう？片付いた。うん。お湯が沸いてきた。このお湯入れます。いただきます。そば粉のクレープです。食べるよ。こうしてこれを巻いて食べます。おいしい。この青臭いっちゅうの、お日様の味みたいな感じで、これがいいんだわさ。最高においしいぞ。幸せ。お日様色のキイチゴって言うんだけど、名前知らないんだけど、このお日様の味がするの。本当にお日様のね、ちょっとお酢を入れてもいいかも。日向の味っていうのかな、そんな感じ。お日様、ありがとう。美味しいよ。もう一枚。私は絶対バターやった方がいいんだけど、なんか考えて、ビーガンの人は。本当にお日様ありがとうって思うよ、これ食べると。うーん、なんていうの、生きて、ちょっと大げさ、生きててよかったって感じ。お日様、お日様ありがとうって絶対言うよ私。おやじ食べそうだった。うん、めちゃくちゃ美味しい。で、冷蔵庫入れてもちょっと塩も入れた方が、ちょっと塩どうしようかなとも思ったんだけど、お砂糖にちょっと塩入れた方がいいな、やっぱ。今までずっとお塩入れたことなかったんだけど、最近進化した私だから、塩ちょっと。そばこのクレープは塩だけね、水と塩だけ。もうないんだこれ、入ってない、もう食べてた。あ、でもここにこうなって食べよう。これだけだから全部食べちゃうね。なんかさ、こういう単純なものがいいんだよと思うよ。シンプルで。ごちそうさまでした。美味しかったです。あ、やっぱお父ちゃんの鉄瓶で沸かした お湯は美味しいかもしれない。あ、美味しい。うん、これ熱い、熱くないね。これうちのお父ちゃんの片身のやつ美味しいわ。これで飲もう今度から。なんかね、ちっとね、この鉄漆がね出てきたんだよ。それでやめて、また出てきたら考えるけど、蓋がまたかっこいいんだよこのね。やっぱ高い鉄瓶のお茶の方が美味しいんかな。よく分からんけど、気のせいかも分からん。でもこの前来た人がね言ってて、美味しいこの水って。うちの水美味しいんだよ、あの井戸水なんだけど。あー美味しいね。白湯、白湯でしょ。私ね、だからお水うるさいんだよ。他行ってね、あのカルキーの匂いとか塩素、ああいうの人はすぐ分かるし、誰でも分かるか。とにかくね、すごいね、あのうるさいよ水は。はい、どうも皆さん、ごちそうさまでした。じゃあもしよろしかったら、あのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あのこの動画がもしも万が一、万が一とか言っちゃいいと思った人がいたら、高評価ボタンもお願いします。では今日はお日様色のキイチゴのクレープ、そば粉のクレープと、うちのお父ちゃんの片身の鉄瓶で湯沸かして飲みました。じゃあまたね、バイバイ。おいしい。お父ちゃんありがとう。